ご飯よそのときは絶対それ3文字を塗らないか。うん。ご飯はね、うん、炊いたら、落ちてたらこの間も、うん、こうやって十の字入れる、うん、こうやってで、こうひっくり返しとく、うん、ねら、うん、そこまでしたのでうん、うん、かなりこの分お弁当が入るで、うん、かなり入れるねご飯、うん、お茶碗に全部入れ入れておかない仕事できるかな。そんなに入れよるんやね。うん、そら腹張るわ。けどこれでねおかずも余計入れたいの。うん、で負け負け。うん、おかず半分は入れたい。うん、あ、これでちょっと冷ますね。うん、冷ます時間がいるき。お箸をこう入れる。聞いてない。ある程度冷まさない感じね。うん、粗熱は取らんといかん。粗熱は、うん、これがやつ、うん、このカブどうやった。カブ美味しかった。何そのちっちゃいカブ。岡崎さんがくれたら。うん、お岡崎さんもお弁当作りおきね、孫の、うん、大変で、うん、毎日あの岡崎さん毎日作りうん、元気なってあの人は給食を生きよったきね、うん、ようできると思うで、うん、プロやん、プロっていうか、うん、まあねご、うん、なんていうお米入れておこうか。はい、お米もこれ、おとみろが作ったお米じゃ。うん、こんでも使うかあるのか。漬けとかね、どうしてもね、夏場はね、お米を入れてらね。うん、うん、まあ今冬やけど。え、今冬やけど。ほんで夏場へ置いとかねえかも。ああ、そういうこと。ちょっと冷えるまで次のする気消しといて。うん、あれ冷えるまでその色のバナナ塩気消しといて、うん、安いのともらっておいて。うん、その色のは高いでこれ。うん、しあのこれ有機、有機とかほら、うん、有機農法とか、うん、そんなのだけね。
お値段入ります。この人いたら食べよったら平気ね。うん、この間に詰めれるぞ。うん、ちょっと洗ってもらえよ。うん、これは取ったことないねって言ってた。うん、まあそんなとこお父さんでもええのに。そんなこと言うてせんとってよ。おばあちゃんが一生懸命しようね。うん、そんなこと言ってお腹壊されたらお金食べて。うん、努力も何ちゃえの。うん、おじいちゃんはかわいそうなもんや。おじいちゃんは普通のバナナ。どうして日本するかわかる？分からん。これは捨てるところができてくる。捨てるとこ、捨てるとこないやん、ね、ほとんど。捨てて、おばあちゃんも食べるみたい。一本ではない。うん。無理、それには。大人も住んでたけどね。あ、みかんの出たらね。うん。キュウリ？キュウリ。うん。キュウリほら、ちょいちょい全部切らなきゃな。うん。じゃあここ切り落としちゃいでする。うん。空気のとこ、硬いところ。うん。キュウリもこれいくらするか知っちゅう？知らん。知らんの。うん。今日キュウリこれ一つ100円版のもあるけど、おばちゃんそれ買わんき。うん。もうちょっと高いのか。お金大変だもん。いや、ちょっとでも体にええのかと思ってほら。うん、ありがとう。バナナ一本でええのに。一本みたいなもの。あの上の、上の方は食べなさんしね、尻尾は食べなさんし、中ばっかり。いや、どっちかといったら2本分やで、間違いなく。どっちかといったら2本分や、これ。